動物園内共通ですけども、設備からカメラを出したり、腕を出したりですね、内容にご協力をお願いいたします。また、動物に向かってはですね、動物園内プラス撮影しないようにご協力をお願いいたします。あと足元を、おはようございます。モノモグタイム始めます。私はカゲのサービスがペンギンに紹介していきます。こちら4種類の食べる量を上げるっていうふうにしてますので、記録して健康管理に役立てています。どれがね、それ以外だと、あとはオキアミとかイカなども食べて暮らしています。本来は水中で餌を食べるので、こんな感じで、ね、手渡しで陸上で食べるのはペンギンにとってはちょっと、一生のほとんどの時間は餌取りの海で過ごしてるんですけども、一生を見ると大体7割以上は海にいるんだそうです。なと思うんですけど、本来は水中にいることが、海にいることが多くて、体つきもそういった海での生活に適した体つきをしています。ちょっとこう立ってる時は、走啊走啊走啊。